どうも、アキです。プロスペースやっていきます。はい、今回はこちらの700万ダウンロード記念10連福袋を3回30連回していきたいと思います。はい、今回は購入1回目2回目が S ランク確率2倍 A ランク以上の選手1人確定で、購入3回目が S ランク確率2倍と S ランクの自チーム選手が1人確定ということで、まあ今回はね、ヤクルトにして山田哲人選手狙っていきたいと思います。まあ今同時に特訓 1.5 倍キャンペーンも来ているので、まあここでね、30人一気に選手手に入れてチーム強化をさらに狙っていきたいと思います。まあリーグ戦もね、投手枠拡大後復旧いたしまして、またね、再開されたということで頑張っていきたいと思います。行きましょう。さあ、ということで S ランク確率2倍だからね、まあ最後だけと言わず、それなりに出てくれれば嬉しいな。で、A ランクの選手もほんと足りないんですよね、今もう。どんどん特訓に回していきたいんですけど、全然足りていないので、もうどんどんガチャ引いていきましょう。行きましょう。はい。で、また最強決定戦がね、来るみたいですね。12月9日からかな。あれもちょっと楽しみだな。さあ、来い。で、なんだかんだね、僕、エージェントエースの S ランク契約書、多分集まりきると思います。多分明日あたり動画出せるんじゃないかなと思いますので、そちらの方もぜひぜひ、楽しみにしていただければ幸いです。あれ、めっちゃ面白いですね。何がでかかったかって、900枚近く集めるまで一回も飽きなかった。すごいオーダー作りが楽しかったですね。はい、ということで、ラスト行きましょう。ここまで S なし。さあ、まあいいよ。山田哲人出て、チーム強化できれば、もうそれでよし。あとはまあ、バレンティンか、まあ、キャッチャー中村被れば、限界突破になるというところで、いいところでしょう。はい。誰来るかな、マジで。誰来るかな。さあ、誰来るか。山中だった。でもまあ、いいです。というのもですね、山中選手、中継ぎも S なんですよ。はい。中継ぎ適性も S あるので、僕も先発は、それなりに揃ってきてるんですけど、シリーズ2で。中継ぎが全然だったので、中継ぎとして育てたいなと思います。まあ、よしでしょう。これは全然 OKOK。はい。というところで、この山中選手は中継ぎで今後使っていきたいと思います。いやー、なかなか引けないっすね。山田哲人。まあ、持ってるんですけどね、ここで昔のシリーズのものを。能力もちょっと上がってますし、何よりスピリッツがかなり今とは違うので、手に入れたら、これやろうと思ってるんですよね。なんだったっけ。継承だ。継承をやろうと思っているので、まあまあ今後狙っていきたいなと。ゆっくりまた狙っていきたいなと思います。はい。今オーダーこんな感じでね、特訓レベル上げていますっていう感じです。今平均レベルまだ7なんですよね。特訓の平均レベル8になんとかしたいなと思います。というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。はい、ということでプロスピの動画楽しみだよ。プロスピの動画もっと出してほしいという方はぜひね、グッドボタンを押していってください。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アディオス。